何? あのさ。実はさ。 それじゃ。 ちょっと待てよ!
移ろうか。 やれやれ。 するか。
ジかよ。やれやれ。帰るとするか。
じゃあまたね。 Moments of confidence.
to see me. Just a cage of bones. There's nothing inside. Will it unleash me? Burning down the walls. Is there a way for me to pray? I'm a sharpshooter.若葉の命日は毎年やってたが、会いに来るのは久しぶりだな。店が忙しくてなかなか来れなくて、いや罪悪感で来れなかったんだ。若葉に怒られる気がしてよ。けどやっと胸張って若葉に顔向けできたよ。 双葉の顔も見せてやれた。随分待たせちまったが、ちゃんと双葉と向き合えたって報告してきた。ああ、それとお前のことも紹介しといたぞ。バカ、礼を言うな。こっちだ。そういや、揃って顔を合わせるのは今日が初めてになるんだな。 宗次郎、なんで半笑い？これは心から笑ってんだよ。うん、その顔好き。ああ、そうだ、報告しとくよ。火災から電話が来てな、双葉の叔父が訴えを取り下げたらしい。お前なんだろ。 あいつもいつか嫁に行く日が来んのかねえ。あいつ将来絶対いい女になるぞ。なんてったって若葉の娘だからな。ったく、娘を持つ父親ってのはこんな気苦労してんのかよ。店を手伝わせるだけのつもりがよ、守るべき家族があったことまで気づかせてくれやがった双葉と。 それとお前な、頼りになんねえかもしれねえけど、何かあったら遠慮せずに言えよ。そん時はお前の力になる、家族として。<笑>あとはそうだな、俺の教えられること全部教えてやる。もうお前は一人前だ。まだまだ恩を返すには足りねえが、俺にできんのはそんくらいだ。 我は汝、汝は我、汝ここにちぎりを結盟の絆へと転生せしめたり。絆は今こそ汝よし。 あとは言っとくが、双葉とそんなんとかできれば勘弁してくれな。 お前にお父さんとか呼ばれるのは想像ができ。<笑>まあでもお前なら。さっきから何話してんの？<笑>何でもねえよ。お腹すいた、カレー。はいはい、帰るか。